真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となって、我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツ開発決定済みがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期地球連邦軍編、皆さん少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。一年戦争開戦当時、中尉だったヤザンが軍団長に就任できる、少佐を目指して奮闘する、まあ、そういうコンセプトでプレイの方をしています。前回はトリントン基地からハワイ攻略を行って、まあ、ヤザンもねしっかり活躍してくれたと思います。今回はハワイの次として北京、ここの攻略に入っていきたいと思います。では早速ですね、北京の攻略作戦発動していきましょう。ハワイを取ったことによってですね、内政も特に占領地対策ですね、これもしっかり行っておきたいと思います。まずは北京の攻略作戦です。進行ルートを表示します。ハワイからは北京へ2つのルートありますので、2つとも使っていきましょう。もちろん皆さんも出撃してもらいます。レーベル将軍も今オーストラリアはトリントン基地に入ってますので、この後ハワイに移動してもらって最前線に援軍として駆けつけられるように設定しておきたいと思います。我が軍はこれより北京攻略作戦を開始する。ユーラシア大陸東岸部に位置するこの地域を制圧することができれば、今後の戦いを有利に進めることができるはずだ。諸君らの健闘に期待する。では今北京の攻略中でありますけども、政策に関して少しフォローさせていただきたいと思います。まあ、月面投資とアナハイムに対してはですね、それぞれ有効度50以上をキープしていて、資金2000、それとモビルスーツの開発経験値プラス1ボーナスを受け取っています。国内の情勢に関してはですね、前回のジオン軍編の反省を生かしてハワイを取ったことによって占領地域の反抗化が進んでいたんですけども、ここで政策ポイントを使ってですね、従属化を推進しています。この間国民支持が少し下がってしまったので、税率を 1% 下げて 20% から 19% にしてあるという状況です。反戦活動もね、鎮静化継続して行っていって、和平派の弾圧、これもしっかり行っていくことによってずっと戦っていけるように、ね、アレンジしていきたいと思います。では北京攻略戦続きやっていきましょう。北京に舞台が、では北京に公演、そしてライアーの部隊が同時に到着してますので、北京攻略戦始めていきましょう。策略は電撃、夜襲、あと偵察も入れます。それに攻撃陣形で、できれば1ターンで決着を目指しましょう。偵察支援に関してはね、どこにその偵察がヒットするかというのもあるんですけども、ザクとかモビルスーツに当たってくれるとね、嬉しいですよね。どうやら防衛砲台に当たったみたいです。敵が策略を実行しました。さあではまずマップから確認していきましょう。基地中心部にはザク、マゼラトップが確認できます。あとドップもいますね。我々の方はというと、マップの右から侵入しています。まず公園の部隊はマップ下側、これは潜水艦隊を中心に編成してあります。ライアーの部隊はミデア輸送機で編隊を組んでいるという状態です。この中のどこかにヤザンがいる。ここにいますね。ヤザンを使ってまたここも功績値をねしっかり稼いでもらって、ランク上げと功績値上げをやっていきたいと思います。まあ、セオリー通りですね、しっかりと拠点を確保しながら進んでいければいいかなというふうに思いますので、そのように差配していきたいと思います。では進めていきましょう。
では敵部隊も進軍してきましたので、その様子確認しておきましょう。ここにドップの編隊がありますね。であとはザクキャノンとザクの3スタック、本拠地周辺にもザク3スタック、あとザクワンなんかもいますね。これらを撃破する必要があります。まずはしっかり拠点を抑えながら、かつ迅速に進んでいきましょう。硬いミディアなんかで一旦囲んで、後続でやってくる戦闘機、本来だったらね戦闘機前にいてほしかったというのはあるんですけども、残念ながら今戦闘機が後ろに控えてしまっている状態なので、ここはちょっと後続機を待ちましょう。ここにドップの3スタックいるんですけども、このドップに関しては戦闘機で仕留めていきたいので、あまり無理はせずにですね、ミディアも、そしてその艦載機となっている爆撃機フライマンタ、これは温存します。フライマンタはね地上大部隊にも攻撃ができるので、あえて戦闘機ドップ相手に消耗する必要はないかなという判断です。ただドップに逃げられても厄介なので、一応取り囲んではおきます。ヤさんはここにいます。ザクワに攻撃を仕掛けます。あと他で言うとですね、ここには不死身の第4小隊バニング隊率いるフライマンタ隊がザクキャノンに攻撃を仕掛けるという様相になっています。モビルスーツ相手にはやっぱり集中攻撃でね、被害が広がる前に迅速に処理していきたいと思います。獲物を捕らえた、一気に攻めるぞ。もう少し骨のあるやつだと思ったが、ただのネズミだったな。では戦車部隊もマップ上側に関しては上陸完了していますので、ここから2連続攻撃で一気に敵モビルスーツ隊撃破に向かってもらいましょう。一方湾の中に侵入した潜水艦部隊ですけども、次のターンで上陸できるように上陸ポイントの確保を今行っています。戦闘機部隊はね、敵のドップがまだ1機残ってますので、それの撃墜を狙ってもらいましょう。これで上陸ポイントを確保できそうです。ここはヤザンですね。負けるもんか。俺は負けんぞ。ここも撃墜を稼いでもらう。まあ、このヤザンのいる部隊は盤石なんですけど、やっぱりエネルギーがね切れてしまうので、どっかでちょこちょこ補給をね入れてあげる必要があるっていう点だけは注意をして、効率よくヤザンに撃墜スコアを伸ばしてもらいたいと思います。ここまで撃墜2ですね。もう少し骨のあるやつだと思ったが、ただのネズミだったな。では最終7ターン目に入っています。ここで終わらせたいですよね。1ターンでなんとかこの北京を取り切ってしまいたいので、進めていきましょう舞台を。まあ念には念を入れて、確実にここで撃破が完了できるようにね、攻撃をうまく割り振っていきましょう。さあ、ここの防衛隊撃破で北京の攻略1ターンで完了になります。ここまで順調ですね。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。皆さんはこの戦いで撃墜スコア6伸ばしてトータル10になりました。デビル将軍、ついに連邦軍初のモビルスーツガンタンクも完成しましたね。完成しました。しかし少々問題が。モビルスーツというより戦車のような兵器だと聞いてはいるが。いえ、それはそうなのですが、ただの戦車ではありません。
61式戦車の数十倍の戦闘力を誇る優秀な兵器です。やはり戦車ということだな。いや、しかしこのガンタンクの開発によって我が軍のモビルスーツ開発技術は飛躍的な向上を果たしています。次の機体の完成をお待ちください。参謀本部より報告書が届いています。はい、では今回は北京の攻略しておりますので、この次の作戦を考えておきたいと思います。次はですね、北京に部隊を集結させて北京からマドラス基地に3部隊同時進行というのを考えていきたいと思いますので、ここもね、しっかり次の作戦として考えておきたいと思います。あとは今ご覧いただいている通りガンタンクが開発完了してまして、これによってガンキャノンのね開発ができるようになっておりますので、ガンキャノンの開発も急ぎましょう。ではまた占領地域北京が増えたことによって反攻が進んでおりますので、これをね鎮静化などをしてマドラス攻略戦に備えて次は北京に部隊を集結させていきたいと思います。では今回ここまでにさせていただいて、次回ですねその模様をお届けできればいいかなと思います。